駅構内の売店で売れ残ったパンなどの食品をその日のうちに従業員に販売するフードロス対策の実証実験が東京駅で始まりました。店舗は従業員の休憩室に設けられました。そしてこちらのパンは通常は1500円ぐらいで販売されているんですが、500円に値引きされます。実証実験では東京駅構内の売店などで売れ残ったパンや惣菜などを業者が営業終了後に買い取り、その日のうちに5割から7割ほど値引きしておよそ8400人の従業員に販売します。無駄がないのでありがたいですし、お店側としてもいいことかなとは思いました。東京駅構内で発生するフードロスは年間およそ100トンを超えるとみられ、 JR 東日本は実証実験での売れ行きを見ながら本格的な導入につなげたい考えです。